どうも、夫婦チャンネルです。今回はですね、うん、久しぶりに、ちょっとね、楽しいゲームを見つけてしまいまして、すごいね。実はね、もうここに見てもらえば分かるんだけど、302ってあるんだけど、もうこれやってます。だいぶ、自分で、はい、あ、そうなの。これめちゃくちゃ楽しいの、いや本当に単純なことなんだけど、いやこれあえて、私もこの状態でやったの。もう何が何だか分かんないじゃん、ね、何が何だか分かんないんだけど、この状態で初めて302まで上り詰めました。だからね、旦那さんにも何も言わないでこのままちょっと やってもらいたいと思います、この302ってなんかレベルが302みたいなやつ、302回やったってこと、まあそんな感じ。あ、そうなんだ。ポイントかな。そういうこと。で、プッシュエンターって書いてあるから、それだけがヒント、エンターを押してくださいって言われてます。へえ、押せばいいの、エンターをね。あれ、エンターだよ。あ、そういうこと。あ、そうそうそう、そういうことです。あ、ね、はい、頑張れ頑張れ頑張れ。何をすればいいんだ。頑張れ頑張れ。え、ゲームオーバーになっちゃったでしょ。え、何、エンターを押すだけで21ポイントくれんの。え、はい、頑張って頑張って頑張れ。エンター、いい。あ、そう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 、あ、そういうこと。スペースもあるよ、28。なんでさ、エンターはエンターってなんじゃない多分。あ、ヒントしちゃった。え、右が押せてない。右だよ。え、右が押せてないじゃん。ずっとなんでエンター押してるんですか。わかんない。さっきヒントあげたのに必死すぎて聞いてない。あ、そうそうそうです。お、さすが。おー、早い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 です。はい。え、なんでゲームオーバーになるの。上まで行ったらじゃないのこれ。え、さ、その仕組みもね、ちょっとあえて何も言わないでおく。ミスが多いからか。25。え、なんだろう、302までいくの。お、なんだ、エンター。31。え、なんかわかんないけど増えてるな。なんだこれ、謎解き。あ、エンター。え、でも、あの、正規として戦ってほしいからお伝えします、これじゃあ今ちょっと試運転的なね、これミスるとこれが自分のパワーになってます、でこれがいっぱいになってもダメだし、5打をするとこのパワーが減っていくの、スペースとかエンターとか5打すると、そうで、これがなくなるとゲームオーバーだし、上まで行っちゃうとゲームオーバーなので、できるだけ5打しないで上まで行かないでやるのがこのゲームみたい。そうなんだ。すごい。いきなり慎重になってる。やばっ。もう本当に嫌なのはね、旦那さんはね、そのコツをつかむのが早いんですよね。え、つかんでないよ。つかんでるじゃん。だってもう私そんなんできなかったもん。だって私1週間やってるよ、これ実は。やば、うまっ。え、うまいのこれ。あ、170だって。これで抜かされたら私泣いちゃうとこだったよ、この努力が。そう、はい、そういったゲームです。うん、そうなんだ、難しいよ結構さ、地味に難しいよね。でもミスしないように最後1、2個残してるところが。あ、バレた。5打をしないためにちょっと余白を残しちゃってるのがリアルだわ。あ、やばい、上まで行っちゃったよ。くそ、私なんで302まで行ったのか分かんないのに。ちょっとじゃあやってみます、いくよ。なんか簡単じゃない。うん、うまいんだ、俺よりうまい。いや、これ努力の賜物ですから。そう、私最初なんてさ、100台なんて一切いかなかったよ。もう諦めようかなと思った時に、なんかコツをつかんで、300とかいって進
気にしてますが今。うん、そうなの。すごい。あ、失敗した。あ。もうすごい。でも半分しかいかない。うん、チャレンジ。終わっていいんですか、これ。うん。いいの？うん。本当？いつも闘争心がない。なんだよ。あ、すごい。何？167すごい。でも300なんか倍だよ。それはだからもう鍛錬何1週間やったっけ？月曜日から。あ、そうなの。うん。なんか今かゆい、かゆい。体がかゆくなってきた。この子ね。あと3回やって、うん、聞こえなかったらもう終わりだね。もうちょっと300はやりすぎたみたい。うん、300はいかないよ。あら、スペース。疲れた。集中力がなくなります。300にはちょっとやりすぎたみたい、うん、いやこれもでも本当奇跡だよ。1回しか出てない300なんて、うん、えと思って。もう一回やってみたらじゃん。いや無理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 。もう本当に何だろう、うん、ゾーンに入んないと無理。あ、そうなんだ。あのあるじゃん、こうやって楽しくワイワイやってる時のリミットと、うん、なんか一人でこうゾーンに入った時のリミットって違くない？うんうん、その一人でやった時のリミットだから、うん、ここまでは多分ここのワイワイじゃ無理だと思う、うん、そうなんだ。これ最高何点ぐらいいってんのかね、わかんない。他の人がやってるかどうかは見れないから、もうここの画面だけだから。ああ、そっか。はい、でもすごいよ、うん、やっぱセンス、ま、わかんない、一般的なセンスはわからないけど、私最初にやった時に100なんていかなかったもん、うんうん、そうなんだ。はい、というわけでキーボードというゲームをね、うん、やってきました、うん、いかがでした？うん、まあ面白かったよ。ただあれでしょう、やりすぎてるから、うん、そうそう、闘争心がもらえない。なかなかもう行かないなと。そうですね。そう。ちょっと持ってくるときに考えます。これね、嬉しくてちょっと見せたくなっちゃったので、うんうん、いやそうだった。このまま持ってきてしまいました。うんうん、すみませんでした。うん、ね、地味にね、ハマるんだよ。うん、これ、うんうん、そうだね、ちょっと音が今小さいけど、うん、カチ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 ってちゃんと、うん、なんか音してるよね。聞こえる、うん、なんかそれがなんか気持ちいいから、うん、なんか別にこの点数とかじゃなくても、このカチカチする音だけでもね、うん、意外と癒しになったりするので。うん、おすすめです、うん、はい、じゃあ今回も見てくださってありがとうございました。じゃあまたね。